小野坂三沢ことぶきは日本の創曲家、作曲家。以下は14位。君党は朝日中受賞。学位は音楽修士、文化功労者。本名、および、旧芸名は野坂恵子。名の、十、恵は、旧自体のため二代目、野坂宗樹、野坂恵子と表記されることもある。日本音楽集団団員。 東京芸術大学音楽学部講師、東方学園芸術短期大学芸術科教授、生田流総曲末の実会主催、生田流協会理事、公益社団法人日本三局、協会上任理事などを歴任した。1938年4月生まれ、東京府出身。母である総曲家の初代、野坂三夫久氏から指導を受けた。なお、初代三夫ことぶきは、 創曲家の宮城道夫に支持しているため、稽古は宮城の孫弟子にあたる。また、9歳の頃より、創曲家の加藤十子に古典創曲、自由多三元を支持した。東京芸術大学の大学院に進学し、音楽研究科にて学び、修士課程を修了した。1965年に、初めてのリサイタルを開催した。また、同年より1982年まで、 日本音楽集団の団員として活動した。1969年に20元奏を開発し、1991年には25元奏を発表するなど、伝統にとらわれず新しい楽器の開発にも取り組んだ。さらに、1994年からは作曲家の伊福部、アキラにも支持した。後進の育成にも力を注いでおり、1996年より2006年に、 かけて母校である東京芸術大学にて音楽学部の講師を非常勤で務めた。東方学園芸術短期大学においては芸術家の教授を務めた。指導した者の,の中からは秋岸博久、花林といった創曲家などを輩出している。2002年初代三沢ことぶきが亡くなった。それに伴い翌年二代目三沢ことぶきを襲名した。その後も 本名の野坂稽古名義を用いることもあったが、2007年より演奏に関する全活動を野坂三沢お名義で行うことにした。2019年8月27日、急性骨髄性白血病により81歳で死去した。作風は高く評価されており、芸術祭においては、1969年に奨励賞、1971年に優秀賞が授与。 されている。芸術選賞においては、2002年に文部科学大臣賞が授与された。2011年には日本芸術院賞が授与されている。栄典としては、2003年に四十号賞を受賞し、2009年に朝日賞受賞を受賞した。なお、2015年には文化功労者として検証された。同日付で14位と朝日中受賞が贈られた。 ありがとうございます。